迷子? 迷子になっちゃったかな? これはスピノサウルスと言います。 トゲのあるトカゲという意味だよ。 地面の中で迷子になっていたんだよ。 僕はね、この博物館の館長です。迷子の恐竜を見つけて、何色でどんな模様だったのか、何を食べていたのかとか、考えるのが仕事なんだよ。地面の中で迷子のまま、みんなに忘れられて、誰も自分のことを考えてくれなかったら、寂しいでしょう。僕は寂しいな。 この恐竜は君と同じぐらいの子供なんだけど、どんな恐竜だったと思う? どんな恐竜だったのか教えてくれないかな? <笑>地面の中で迷子のまま、みんなに忘れられて、誰も自分のことを考えてくれなかったら、寂しいでしょう。僕は寂しいな。<笑>